これは二人組アイドルユニットで活動するけいこちゃんから聞いた話なんですけどね。そのけいこちゃんたち、九州地方のとある場所で仕事が決まり、泊まるホテルのアメニティを調べたそうなんですよね。聞けばですね、そのホテルの備え付けのシャンプーの銘柄によっては髪がパサパサになっちゃったりするそうなんですよ。男性にはあんまりわからないですけどもね、でね、ホテルによってはドライヤーがないところもあるんですってね。で、そういうのが嫌なんで、前もってインターネットで検索しようとしたら、関連検索ワードでそのホテルの名前の横に幽霊っていうのが出てきたんですって。あれ、誰か調べたのかなぐらいにしか考えなかったそうで。で、仕事はですね、その前乗りという形で現地に到着してホテルへ行くと、安定感のある古さなんですってね。で、空気がどんよりしてなんだか気のせいか重いんですって。あー、これじゃ幽霊が出てもおかしくないなーなんて思ったそうですよ。で、そのけいこちゃんの部屋っていうのが隣相方さんなんですよね。で、夜中の12時ちょい前にコンビニで買ってたお菓子を分けに行ってね、明日頑張ろうね、おやすみって言って別れて部屋に戻って、疲れてたんでもう倒れ込むように寝ていた。するとね、ドンという何らかの物音で目が覚めた。あれ、何の音だなんて天井をぼーっと眺めていると、古いホテルなんで空調がゴーっとかすかに聞こえるんで、あー、その音なのかな、あ、いけねいけね、電気つけっぱなしだなんて言って、まあ全て消してまた眠りについたんですよね。するとドン、また起こされちゃった。何の音だろうなと思っていると、ドン、ドンドン、ドン、ドンドンドン、ドン、ドンドンドン、連続で叩かれ始めた。何の音なんだろうなと耳澄ますと、どうやら相方さんの部屋から恵子ちゃんの部屋にドン、ドンドン、ドン、ドンドンと叩かれてる。あら、何なんだろうななんて思って、眠い目こすりながらスマホ取って時間見てみると、2時過ぎなんですよね。なんだよこんな時間にと思いながらね、SNS 使ってどうしたのって送るも、既読がつかないそうなんですよね。ドーン、ドンドーン、ドーン、ドンドン。あ、そうか。相方、寝相が悪いんだった。そっかそっか。じゃあ相方、足で壁蹴っ飛ばしちゃってんだな。ドーン、ドンドン、ドーン、ドンドン。あ、そうかそうか、なんて思ったその瞬間、え？あることを思い出したんですよ。そうなんですよね。さっき、そのコンビニでね、買ったお菓子分けに行った時、部屋の中、その叩かれてるであろうその場所、テレビとかがあった場所なんですよね。これ、相方じゃない。そう思ったら怖くなって、布団を一気にかぶった。ドン、ドンドン、ドン、ドンドン、ドン、ドンドン、ドン、ドンドン。すると、SNS、返信があった。相方さんだった。見ると、どうしたの？今、お風呂入ってた。それを見た瞬間に怖くなっちゃって、うわーと勇気を振り絞って布団パーッと捨てて、そのまんま勢いで隣の部屋まで行って、どん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 、どん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 、叩くと相方さんが出てきて、どうしたの、ケイちゃん。ずっと私の部屋に向かって壁叩いてたでしょう。そしてフロントに伝えて部屋を二人部屋に変えてもらい、何があったのか聞いても一切教えてくれないそうで。後々いろいろ調べて分かったのが、その部屋のどちらかは分からないんですが、首を絞められて女性が殺されちゃってるんですよね。ニュースにもなったそうなんですよ。ホテルっていろいろ調べるとあるんですね。いやー、不思議ですよね。このお話はかれこれ10年ぐらい前になりますかね。私、渋谷のね、道玄坂にあるとあるラブホテルでアルバイトをしていたんですよね。
で、まあ時間帯は夜中だったんですけどもね、そのホテルっていうのがね、まあ築年数がすごいんですよ。まあ古いんですよね。だもんで、まあ人のね、念とかが染みついてるのか知らないんですけどもね、不思議な出来事がね、よく起こったんですよね。例えばですけどもね、5階建てなんですけども、5階に用があって行きますよね。で、用済まして1階に戻るときに、まあエレベーター乗って1階のボタンを押しますよね。で、動き出したかななんて思うとね、3階のボタンがね、急にポンと光るんですよね。え、誰も乗ってないんですよ。一人なんですよ。それで3階止まって、まあ開くんですけども、誰も乗ってこないんですよね。内側からね、光るんですよ。誰か乗ってるとしか思えないんですけどもね、そういう不思議な体験があっても、みんなもう怖いとかいう、あれじゃないんですね。もう麻痺しちゃってね、またかって感じでね、もう笑い話にしちゃってるんですよね。でね、そこ待機所があるんですけども、待機所、まあ畳6畳分ぐらいのね、まあ狭い部屋なんですよね。ロッカーとかも置かれてましてね。で、タバコ吸う人間がいるんで、まあ換気のために窓を開けてるんですよね。で、まあ皆さんご存知だと思いますけどもね、渋谷の道玄坂ってまあホテルがずらーっとありますよね。で、もう窓を開けるとね、トイメンのホテルもね、やっぱり待機所になっててね、窓開いてるんですよね。でね、そこ、全然関係、トイメンのね、会社関係ないんですけどもね、そのホテルにね、勤めているね、パートのおばちゃんがいたんですけどね、とにかく優しかったんですよ。優しいパートのおばちゃん、もうなんて言うんですかね、まあ60過ぎですかね、白髪混じりの可愛らしい優しいパートのおばちゃんでね、どんな風に優しいんだって言ったらですね、例えば、あら、あんちゃんたちまた今日も入ってたのなんてね、その方も夜中だったんですけどもね。で、まあ手伸ばすとね、お互い握手できるぐらいの距離なんですよ。ホテル隣接してるんで、本当にね。そして今日暑いから飴玉でも舐めなさいって塩飴くれたりね、なんかもう、あとウェットティッシュって言いますか、その汗拭きシートとかもね、はいはい、これ買ってきたから使ってなんてね、本当本当に気遣ってくれてね、まあ差し入れとかしてくれたり、優しいパートのおばちゃんだったんですけどね、もう周りからも人気があってね、あの優しいパートのおばちゃんいいよねなんてね言ってたんですが、ある日を境にパタッとその優しいパートのおばちゃん見かけなくなったんですよね。で、みんなどうしたんだろうねなんてね、なんか病気でもしちゃったかななんてね、みんなちょっと心配してたんですよ。でね、朝の5時に仕事が終わるんですが、終わってね、始発で帰ればいいんですがね、やっぱ皆さんね、飲みに行きたいんですよね。で、私も飲むの大好きだったんで、行くじゃないですか。渋谷にね、24時間のね、酒屋がね、1軒あるんで、そこ行くとね、他のホテルの方々もね、やっぱり5時に終わったりしたらね、そこに飲みに行ってる人多かったんですけども、そらね、そのトイメン、優しいパートのおばちゃんがね、勤めてるね、まあ、ホテルの男の人たちがいたんで、まあまあ顔は知ってたんでね、いやいやいや、ちょっと一緒に飲みませんかなんつってね、ああ、じゃあ飲みましょうかなんて、どうもなんてね、お互いね、まあ顔だけ合わせてたのにね、こうやって飲めるのってなんか嬉しいですよね、なんて話しながら、まあ楽しく飲んでたんですよね。そして気になってたんで、ちょっと聞いたんですよ。ふとした話せるような空気になった時に、あ、ところでちょっと聞きたいんですけども、あの優しいパートのおばちゃん見かけないんですけど、お元気ですかって聞いたんですよ。するとね、え?と、鳩が豆鉄砲を食らったような目で私をじーっと見るんですよね。で、ほら、いるじゃないですか、こういうね、髪型で白髪混じりの、ほら、優しいパートのおばちゃんって言うと、今度はね、目をつぶりながら下向いてなんかブツ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 、優しいパートのおばちゃん、優しいパートのおばちゃんとか言いながらね、考えてるんですよ。なんだろうなって言って、パッと顔を上げて、私の顔を見ながら、そんなパートのおばちゃん、いないですよ。って言うんですよね。ゾーッとしましてね、いや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 、そんな怖いこと言わないでくださいよ。いや、いたじゃないですか。いやいや、いないです。いやいや、優しいパートのおばちゃんいました、こうやってこういう、いや、いないです、いないです、いましたよって、いないです、いないです、いやいや、ちょっと、いや、いないですよ。その堂々巡りなんですよね。でね、その後ね、もうほんと気になってね、いろんな独自のルートでちょっといろいろね探ってみたんですよ。そしてね、分かったんですよ。その優しいパートのおばちゃん、実は正社員だったんですよ。
まあそんな体験をしたりですね、あとはですね、そこのホテル411号室っていうのがありまして、そこがね、曰く付きの部屋だったんですよね。霊感がね、ない人が泊まったらね、何にも問題ないんですよ。普通の部屋なんですけども、霊感がある人に限ってね、その部屋入るとね、すぐさま、もうもののね、もう数分もないうちにフロントに電話が行くんですよね。そして、どうしました？なんて聞くとね、部屋を変えてくれって言うんですよね。で、理由を聞くと、なんかちょっと人の気配がして気持ち悪いとかね。あと、とんでもないこと言ってたのがですね、額縁が気持ち悪いから外してくれって言うんですよね。でね、そこのホテル、額縁ね、どこの部屋探してもね、一つも飾ってないんですよ。それなのになんだかね、見えてないものが、見えちゃったりね、なんかほんと不思議な部屋だったんですよね。でね、さっきも言った通り、そこのホテルっていうのが古くてね、人気ないんですよ。でもね、クリスマスとかバレンタインとかそういうメモリアルの日はね、まあ、混むんですね。他のホテル入れないから流れてくるんですけどもね。でね、そんな時に限って411号室、霊感がある人が入ってね、ちょっとフロントに電話して、ちょっと部屋変えてくれって言ったらね、もう替えの部屋がないって言ったらね、わかったって言って帰っちゃうんですよね。まあ、替えの部屋があったら、変えてもらえるんですけども、で、帰っちゃうんですよ。で、その後ね、我々が掃除行くんですね。そしてね、ものの数分しかいなかったんで、使ってないんですけど、一応ね、お風呂とかね、水滴がないかとかもチェックするんですよね。トイレ綺麗になってるか、三角にね、トイレットペーパー売られてるとか全部ねチェックするんですよね。で最後布団も使ってないって言ってもね、何かね衛生的に悪いものがあるかもしれないって言って全部変えるんですよ。で、全部終わったらフロントに電話して411号室掃除終わりましたって言って電話切って売り部屋になるんですけどもね、ある日掃除をしてたらですね、急にお客さんが入ってくるんですよね。カップルが、えと思って、部屋間違えてないですかって言ったら、いや、ここ411号室ですよねって言うんですよ。で、そうですけど、あれ、まだ掃除、ちょっと待ってくださいって言ってフロントに電話して、すいません、今お客様がね、いらっしゃってるんですけど、まだ掃除終わってないですよって言うとね、フロントの方が、いやいや、さっきあんた電話してきたじゃんって言うんですよ。いやいや、電話してないよ。いやいや、電話してきたよ。ってふざけてたじゃないって言うんですよ。電話してないんですよ。それなのに、電話したって言って。で、その電話したのがもう、掃除終わりだな。私、芸人やってるって知られてるんで、ふざけてたんだろうなっていう感じでね、もう掃除終わったんだろうなと思って、そういう電話があったからね、売り部屋にして、で、お客様に、お渡ししたって言うんですけど、じゃあお客様に、すいません、すぐね、お掃除済ますんで、すいません、申し訳ないです、こっちの不手際でって言いながら、すぐ掃除して、出てって、ちょっとフロント行ったんですよね。そして、どんな電話だったのって聞いたらですね、なんかもう、って、しゃがれた声でずーっとなんか電話の向こうで言ってるんですって。だから、僕もしゃがれてるんでね、声が。だから、私だと思ってたんですって。そして最後にね、こう言ったんだよね。邪魔しやがって。それもすごいね、あんたに声が似てたからね、ふざけてるなと思ってね、売っちゃったんだけどね。電話してないんですよね、私。で、ほんとね、それ私だけじゃなくて他の人もそういう体験いっぱいしてるんですよね。まだまだね、いっぱいあるんですけどもね。今日はね、この辺で、おさらばしたいと思います。不思議な話ってあるもんですよね。車をね、使ったアルバイトにまつわるお話なんですけどもね、これは元自衛隊員の A 君から聞いたんですけども、今ね20代後半ぐらいの年なんですけどもね、数年前、運転手のアルバイトをしたことあるそうなんですよ。仕事内容はですね、とある映像会社の監督が心霊スポットでね、ショートホラームービーを撮るので、そこまでの運転、そして、そこで見張り役をやってくれと頼まれたそうなんですよ。そこのね、心霊スポットっていうのは、まあ、廃墟のホテルなんですけどもね、北関東にほど近い山の奥にあるそうで、で、まあ、でっかい国道を走って、目印はですね、とある潰れた
ガソリンスタンドを越えたらすぐにですね、左に大きく回る道に入って、それを道なりにずっと山の方へ登っていくと、途中に立ち入り禁止になって、そこに車を止めて、そこからは歩いて行くらしいんですけどもね、で、まあ、そこのね、廃墟のホテルっていうのがただ経営不振で倒産しただけなんですって。しかし、まあ、民家もないその辺にね、そして、まあ、人気もないっていうのをね、いいことに、ある若者がですね、リンチでそこで殺されてしまったんですって。それがニュースになったら、地元の若い人たちが肝試しで、ね、好奇心で見に行ったりして、それがね、噂が広がって、県外からもその肝試しで訪れるようになってしまったそうなんですよね。で、まあ、夏休みはもう結構人が多いらしいんですよ、訪れるね。で、まあ、その撮影がお盆時期だったんで、まあ、ちょっと元自衛隊ということで、腕っぷしがね、良くて、顔も怖くて、で、体格もいいということで、ちょっと白羽の矢が A 君に、立ったらしいんですけどもね。で、撮影日なんですけどもね、まあ、都内を夜出発して夜中前に現地には着いたそうなんですよ。で、監督、そして俳優さん男、ね、で、女性のアイドル、そしてカメラマンの4人がその廃墟のホテルへ向かったらしいんですよね。で、まあ、A 君は待ってる。するとね、やっぱり結構ね、来るんですって。で、来るんで、すいません、今ね、撮影してるんで、ちょっと入れませんとかね、勝手な言い訳つけて、返すんですって。まあ、したらもうみんなね、って感じだけど、ちょっと A 君がちょっとね、怖いんで、みんなしぶしぶ戻ってっちゃうんですって。そして、そろそろもう撮影が終わるんじゃないかな、なんて時間帯に、トントンとドアを叩く音がしたんで、ふってみると、警察官がいるらしいんですよね。やばい。そう思いながらも、まあ、窓開けて、こんばんはって言うと、何してんのって言うから、いや、まあ、ってちょっと、戸惑ってたんですって。するとね、近隣からのね、苦情でね、ちょっとここ立ち入り禁止なんだよねって言うんですって。で、近隣からの苦情って、この辺民家もないのにどっから電話してんだよなんて思いながらも、あ、すいません、何してんのって言うから、いやー、もうはっきり言ったんですって。今日ちょっと撮影来てまして、実はもう許可も取ってないんで、まあちょっとね、これこれこうでみたいな話したら、じゃあ分かった、今回は見逃すからね、早くもう撤収しなさいよって言われたんで、ああ、分かりました、じゃあちょっと今、責任者に電話しますって言って監督に電話するとね、すぐ留守番電話になったんですって。あら、出ないな、まあ山の中だし電波も悪いのかななんて思って、あ、ちょっと出ないんでちょっと行ってきますねって言って、じゃあ私もついてきますよって、警察の方もついてきてくれて、で、まあ、スマホのね、ライトつけて、照らしながらずっと廃墟のホテルの方行って入ったんですって。3階建てらしいんですけどもね、聞いてたのはその2階でね、殺人があったんで、その2階で撮影する、その現場でね、するって言ってたんで、まあ2階にね、まあ、恐る恐るというか、まあ、警察官の方もいるんで、ちょっとね、安心しながら2階の方、ライト照らしながらね、入っていくと、まあ、部屋がいっぱいあるんですって。で、どこの部屋かなぁなんて思って。で、まあ、照らして、ここじゃねえな、ここじゃねえなと思ったら、その2階のね、一番奥、階段上がったところの一番奥の方に、話し声が聞こえ出したんです。で、なんか、どん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 音が聞こえて、なんか笑い声が来て、あそこだなんて思って、あ、警察官の方、あそこにいますねっつって、あの部屋ですねっつって行こうとすると、電話が鳴るんですって。トゥルルトゥルル、あれと思ってみると、監督だったんで、出てみて、あ、もしもしって言うと、お前何やってんだよって言うから、いや、何やってるって、今部屋に行きますよって言ったら、部屋
なんだよって言うから、いやいや、ちょっと今実は警察の方が来てましてね、不法侵入だっていうことで、でそれでちょっと撤収しろって言われてね、電話してもね、すぐ留守電になったんで、電波が悪いみたい、それで今迎えに来てるんですよ警察の方と。お前何言ってんだよ、俺らもう車に戻ってるよって言うから、何言ってんすかって、今うちら2階にいて今恋してますよって、警察官の方がその恋する方の部屋に入ってったんですって。で今警察官の方もその部屋行ってますよって、じゃあ何言ってんだよ、今俺ら車だよとか、ちょっと待ってくださいっつって、警察官入った部屋ふって行くと警察官いないんですって。そして話し声してたのに誰もいないんですって。ずーっとしてもう無我夢中でうわー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 言いながら、もうそこら辺ガン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 当たりながら逃げたんですって。そして車の方に戻ってはぁはぁはぁ言いながら言うと、やっぱりもう皆さん撤収準備してるんですって。お前何やってんだよなんて、いやいやつって今さっき言った通りで、おめえ本当に嘘が下手だなぁなんて言われながら、で本当ですよって言って、まあ何もなかったかのようにもう全部撤収終わったんで、車 A 君運転して帰ったらしいんですけどもね、A 君ね、ふと思ったんですって、あの警察官あの暗い中でも明かり当てたら、あれ今の制服じゃないって言うんですよね。で A 君おそらくね、なんか2階のね変な声がしてたの、あそこで殺人が行われてたんじゃないのかな、ひょっとしてその警察官がそこで殺されたんじゃないかなって言うんですよね。確かに警察官本当にいたんですよって私に言うんですよね。お盆時期だったから逆にそういう現場にも戻ってきたんじゃないですかとも言ってましたけどもね。いやー不思議な話ってあるもんですね。これは数年前の夏のお盆に体験した出来事です。大阪での仕事を終えて、新幹線で東京へ戻ろうと新大阪駅へ向かうと、なぜだか人でごった返してるんですよね。聞けば台風か何かでダイヤがものすごく乱れているらしいんです。いろいろ考えて、乗っても東京へ着くと自宅へ帰る電車もないんじゃないかな、次の日何にもなかったんで、まあいいやめんどくさいからと思ってキャンセルしたんですね。そして、大阪で一泊しようといろんなホテル回ってみたんですが、おかしなことにどこもいっぱいで取れないんですよ。そしてタクシーの運転手の方に聞いてみると、ある場所だと確実に泊まれるよって言うんで、近いっていうんでそこ連れてってもらったんですよね。その場所っていうのが全国的に有名な路上生活者の方が多い町だったんですね。でまあ1500円ぐらいでしたかね、トイレが共同でね、そんな場所に泊まらせていただいて、そして次の朝チェックアウトをして新大阪へ向かう前に、これも何かのご縁だと思ってちょっと散策してみたんですね。街を歩いていると目に入ってきたのが、ブルーシートを広げてその上に靴をたくさん並べて販売してるおじちゃんがいたんです。気になったんで近寄ってみると、段ボールにマジックで一足500円と書かれてるんです。で靴はサンダルだったり上履きだったりいろいろ置いてあるんですね。しかし全て片方しか置いてないんですね。で一足500円でちょっと眺めていると、ペイズリー柄の可愛いスリッポンがあったんです。でサイズを見ると L だったんで、私自身に合うなぁ、ステージ衣装とかで履きたいなぁなんて思っていたんですが、片方しかないからダメかなぁなんて思いながら一応聞いてみたんですね。すいませんこれ両足揃ったのないですかって言ったら、あるよって言うんですよ。あるけど1500円になるよって言い出すんですよ。片
片方500円で2つで1500円って計算合わねえなぁなんて思いながら、まあいいや、これも何かのご縁だと思って、じゃあすいませんくださいって言って購入したんですよね。で、支払うね、お金出すとき私細かいのがなくて2000円出したんですよ。するとお釣りがないって言い出してですね、まあいいやと思ってね、あ、わかりましたよ、お釣りいらないっすよって言ってそれもらって帰ってきたんですよね。そして数日後イベントがあったんで、エンディングでそれ履こうと思って、楽屋で履こうと思って履いてみたら、なんか様子がおかしいんですよ。なんか気持ち悪いんですよ、足が。何なんだろうなぁ、なんて思って探ってみたんですよ。わかったんですよ。こちらです。そうなんですよ。両方右足だったんですよね。まあ、騙されてしまいましたけどもね。しかしながら、このような場所で皆様にお披露目できたということは、元は取れたんじゃないかなって考えてしまいますけどもね。思うんですけどもね。その日、台風さえ起きなければ、そういう出来事が起こんなかったってわけですよね。そのまま東京へ帰ってれば。これって何かの巡り合わせなのかなーなんて思っちゃうんですけどもね。今回はそんな巡り合わせにまつわるお話です。私と仲の良い芸人で小林源という男がいるんですけどもね、この源ちゃん、パフォーマーとして世界を駆け回る男なんですよ。そして自身がリーダーとなりグループを組んで活動しているんです。数年前の夏のお盆に、ゲンちゃんたちグループ、中部地方のとある場所でイベント出演が決まったそうなんです。そしてスタッフさんがホテルを取るのに、お盆ということでどこも取れないらしいんですよ。しかしながら、ある一軒がすんなり取れたらしいんです。当日、そのホテルチェックインするのに入ってみると、ゲンちゃんが感じたのはロビーが暗いんですって。強いて言うならば60ワットの電球が10ワットぐらいの明るさしか発してない、そんな感じだったらしいんですよ。ゲンちゃんっていうのが実は怪談本を2冊出版している、自身も体験している霊感がものすごい強い男なんですね。で、ゲンちゃん、そのメンバー全員にね、この後1時間ぐらいしてちょっとみんなで飯食い行こうよ。それまでじゃあ部屋でくつろいだりなんだりしてよって言って別れたらしいんですよ。で、ゲンちゃん、自分の部屋に入ると異様な感じがしたらしいんです。まずは窓のカーテンが片方だけ変な感じで開いていたそうなんです。そしてトイレの扉が開いている。下駄箱だったりなんなり収納スペースの扉すべてが開いていたそうなんです。で、源ちゃん霊感があるんで、ああまたなんか起こんのかなぐらいにしか思わなかったそうなんですよ。で、ベッドもマットがものすごいずれてたそうで、何なんだろうなぁなんてそこに腰掛けて、パソコンを開いて次の日のイベントの進行とかを打とうとしていると、じゃーっとトイレから水の流れる音がしたそうなんです。と思って、またパソコン見てやっていると、またトイレの流れる音がしたんで、パソコン置いてトイレに行って確認すると、人なんかいないんですよ。これちょっとフロントに聞いてみようかなと思って、電話のとこに近寄っていくと、トゥルルトゥルルと着信音が鳴る。しかし、ケンちゃん、分かっていたのが、受話器外れたまんまだったんですよ。何なんだろうなぁ、なんて思っていると、なんだか窓の方に気配がしたそうなんですよ。何なんだろう、窓になんかあんのかなぁと思って近寄って、半分開く落下防止の扉開けてみると、目の前のホテル、隣接していたそうなんですけどもね、すごい壁が近かったらしいんですね。よーくこんな設計したなぁってぐらい。
何なんだろうなぁなんて思っていると、トゥルルル、トゥルルルッと、緑色で有名な SNS の着信が背後からしたそうなんですよ。でもそこで現地は思ったのが、あれ俺マナーモードなのになぁ、なんて思いながら、振り返ってみるとまだ鳴ってるそうなんですよ。ん？そっか、前の宿泊者の忘れ物かなぁなんてその音の出所を探すんですが、一向に見当たらないんですよね。そうこうしてるうちに、男女の話し声が聞こえてきたそうなんですよ。え？と思って、そっか、じゃあ、隣の部屋から着信音とかそういうの聞こえてきてんのかなと思って壁に耳当ててみると、今度は逆の壁から男女の声がするんで、えと思ってそっちの方に行くとまた逆側からしてくる。その繰り返しだったんです。何なんだろうなぁ、なんて思いながら、着信音もいつの間にか消えていたんで、はぁ、と思いながら、じゃあ仕方ない。もうちょっと早いけど、下のロビーに行ってみんな待とうと思って行ったそうなんですよね。で、ロビーでみんな集まって、じゃあ飯食いっか、つって、飯食べて。その最中に、こういうことがあったんだって元ちゃんがいろんなメンバーに話していると、メンバーの一人が、ちょっと見てくださいって言って写真を出してきたそうなんですよ。その写真っていうのが、その彼、実はその、元ちゃんといろんなところ行ったら、ホテルに入ったら、まず部屋の写真を撮るのが趣味らしいんですよ。で、その後に窓から見える景色とかを撮って SNS にアップするらしいんですけども、で、それで撮ったら、これなんかカーテンのところに女性らしき人写ってるんですけどって見ると、やはり女性らしき人物が写ってるんですって。で、他の人も見て、うわぁ、何なんだろう。これ女性だねってみんな言ってるんですって、写真を見ながら。なんだろうなぁって言って、ケンちゃん、このショートカットの女の子ってなんとなく思ったんですって。他の人たちは髪が長いねなんて言ってるんですけど、ゲンちゃんは髪が短いってなんとなく思ったんですよ。その写真を見るとなんとなくシルエットが髪の長い女性には見えるんですけども、ゲンちゃんはショートカットだなぁなんて思ってたんですって。そして、ちょっとさ、あれ調べてみようよって言いながら、大島てるさんの事故物件サイト、それ開いてみていろいろ調べたら、ビンゴだったらしいんですよ。しかも、ゲンちゃんが泊まってる部屋で男女が口論で、その男が女の人殺してるんですよ。そして、駐車場に連れ去って、そのままその隙間といいますか、そこに放置して逃げちゃったらしいんですよ。で、ご飯食べ終わった後、ちょっとみんなでさ、ちょっと祈ってあげようよ、つってゲンちゃん駐車場の方まで行くと、あそこだって、なんかもうゲンちゃん雰囲気的にその、遺棄された場所が分かったんですって。で、そこにまあ花束とかなかったんですけど、みんなで手合わせて、ご冥福を祈ります、成仏してくださいのような、まあ気持ちをね、伝えたんですって。まあ、ゲンちゃんは、僕たちのとこには出ないでくださいって祈ったらしいんですけども、そしてロビーに戻ると、ゲンちゃん思ったのが、チェックインの時感じた、明かりが暗い。それがね、綺麗に取り除かれてて、もう本当に明るくなっていたそうなんですよ。で、部屋に戻ると、空気も良くなっていて、その女の子、少し気が晴れたんじゃないかな、なんて言ってましたけどもね。そして、ゲンちゃん、その事件を調べたら、実は全国ニュースになっていたそうなんですね。その時に顔写真も出ていたそうなんですけど、その女性、ショートカットだったそうですね。そのメンバーの一人がね、撮った写真にはなんとなく髪が長い感じな女性のシルエットとかが写ってるんですが、なんでゲンちゃんがショートカットだと思っていたのかはわからないんですけども、ゲンちゃん曰く、お盆にそのホテルしか取れなかった。ましてやお仕事がね、その近辺で決まった。これも何かの巡り合わせなのかなーなんて言ってましたけどもね。で、元ちゃんね、その霊って誰かを驚かせるとかね、そういうことばっかりじゃないって言うんですよね。で、その女性の霊っていうのはね、その殺された、その日、私ここで殺されたのよ。この事件忘れないでねっていう意味を込めて俺のところに出てきたんじゃないかななんて言ってましたけどもね。今回は巡り合わせにまつわるお話でございましたけどもね。皆様も今起きてることは
まさしく巡り合わせだと思いますんでね、楽しく生活してください。10年以上前に私、渋谷の道玄坂にあるとあるラブホテルで深夜の清掃バイトをしていたんですね。そこのスタッフっていうのが芸人や俳優が多かったんですね。で、芸人にはいろんな不思議な話聞いたりしてね、ここのチャンネルでもお話しさせていただいたりしてるんですけども、俳優のE君といたしましょう。そのE君が去年飲食店をオープンするというので、ご挨拶がてら行ってきたんですね。で、いろいろお話ししてる中で、E君実はこのチャンネル見てくれて、そのホテルでね、不思議なこと起こった話も見てくれたらしいんですよ。そこで実は僕にもあるんですよ、なんて話してくれたんです。E君、週2回の勤務だったんですけどもね。夕方6時から朝の6時までだったんですけども、夜の10時45分から11時までの15分の間、小休憩があるんですね。ある日、小腹が空いてしまったそうで、歩いて数十秒の近所の立ち食いそばに入ったそうなんです。そして食券を買って、厨房の店員さん、年配の方で男性だったって言ってましたけどもね、出して蕎麦を作り出したそうなんですけども、そこの蕎麦屋、11時閉店だったそうで、15分前に入ったか何かわからないんですが、イラついてね、厨房の奥でお玉とかお鍋を叩きながらガッチャンガッチャンものすごい嫌な音を立てながら、蕎麦を作って出してきたそうなんです。その後も食べてる最中、ガッチャンガッチャンやってるんですって。何なんだろうなぁと思ってイラッとしたんですが、我慢してお店後にしてバイト先戻ったそうなんですよ。そして何日か経った後、行った際にも同じようなことをされたそうなんですね。その時も我慢したそうなんですよ。そして3回目行った時に同じガッチャンガッチャンやられた時にとうとうしびれを切らして文句を言ってしまったそうなんですね。あのさ、15分前にね入られてね、片付けの途中か何か知らないけどイラつくのはわかるけどね、そういう態度に出さない方がいいよと言うと、店員さん、謝罪どころか応戦してきたそうなんですよ。じゃあ言いますけどね。お宅ね、いつも連れの女性と来て、その女性何も頼まないじゃないですか。お店としては困るんですよ。何にも頼まないでただ座ってるだけっていうのはね、困るんですよ。高圧的に言ってきたそうなんですよ。何を言ってんだと思って、いや、もうちょっと話になんで、俺一人だろう。ちょっともういい。電話しろ。本部に電話しろ。そう言ったら、ああ、いいですよ。って言って、その店員も、半ば脅しのつもりで、E君言ったらしいんですけども、電話したそうなんですよ。そして、電話、本部の人が出た途端、受話器を渡してきたんで、電話に出て、E君会ったことすべて、話したそうなんですけどもね。すると、謝罪に伺いたいんですけども、住所を教え願いますかって言うんで、いや、今もうバイト中の休憩だからいいんだよ、もう、これから気をつけてくれよって言ったら、そのバイト先教えてくださいって言うから、いいよ、もうって言って、まあ、一応教えたんですって。別に、後ろめたいことないんで。そして、そのお店後にして、バイトに戻って作業をしていると、店長から呼び出しを食らったそうなんですね。お客さんが来てるぞ。そう言って休憩室行ってみると、さっきの店員とスーツを着た若い男性がいたそうなんですよ。本部の方だったらしいんですけどもね、
ご丁寧に本当謝罪に来たそうなんですよ。で、まずは、横柄な態度をとって申し訳ございませんでした。そう言って、深々と頭を下げてきたんで、いやいや、そんなことしないでください。もういいですよ。こちらもちょっとね、悪かったですよ。言い方とかが申し訳なかったです。って言ってると、すいません。一つお伺いしたいんですけども。と、真剣な眼差しで、その本部の方が言ってきたそうなんですよ。何ですか？お客様本当に一人で来店されてます？というんで、いや、いつも一人ですよ。いや、ね、店員が女性もいるって言ってたんで、でも、お客様が一人で来てるっていうんで、防犯カメラ確認したんですよ。そしたらね、お客様、やはり女性と来てるんですよ。いつも一緒に入ってきて、お客様の隣にいて、お客様がお帰りの際、一緒に出てくんですよ。そういうそうなんですよね。ちょっと待ってよ、俺一人ですよ、いつも。ねえ、店長って言ったら店長もうんってうなずいて。いや、でも本当防犯カメラには、女性が映ってるんですよ、お客様と。ちょっと待って、じゃあ、今女性いるの？見える？って聞くと、いや、今は見えないんですけど、防犯カメラには本当に映ってるんですよ。そして、本当一人ですからね、って言ったら、まあ、わかりました。今度、これ、ちょっとよろしければお使いくださいって、なんか無料サービス券みたいなのを、数枚もらったらしいんですけどもね。そしてイー君、その後ドラマの撮影なんかあった時、カメラマンの方に、君、一瞬女性が映り込むね、撮ってると。とかね、いろいろ言われたそうなんですよね。今ついてるかどうかわからないんですけどもね。まあ悪いことはしないんで気にはしてないって言ってましたけどもね。おそらくホテルで働いているときに、ああいうところは念がいっぱい溜まってますからね。なんと言いますか、例の方が、その、E君に、チャンネル合っていたのか、チャンネル合わせに行っていたのかわからないんですけどもね。不思議な話を聞かせていただきました。数ヶ月前の梅雨時期のある日、夕方に愛犬と近所のとある大きめの公園へ散歩へ出かけたんですよね。公園へ到着して愛犬と散歩を楽しんでいると、前の方から私の方に向かって一人の若い男性が歩いてきているのが目に入ったんですよね。そして私の前で立ち止まると話しかけてきたんですよ。その方、中国から来ていたんですよね。留学生だったんですね。立教大学に通ってるって言ってましたけどもね。詳しく聞けば、その方曰く、日本語をもっともっとうまく話せるようになりたいので、この人が多い公園に来て、会話してくださいって頼み込んでるらしいんですね。しかし、皆さん忙しいとかそういう理由でね、断られちゃうっていうんですね。で、私に会話してくださいって頼んでるんですよ。学校へね、行ってれば、いろんな人と会って会話してね、そこで上達、日本語がしてくるんですけどもね、今このご時世でリモートでね、ほとんど人と会話できてないらしいんですよね。それでもやっぱり生身でね、一対一、面と向かってね、話した方が絶対上達するんで、ここで、皆さんに頼んでるんだっていう話だったんですね。で、私何もないんだ、愛犬抱っこしながら会話してたんですよね。まあ、たわいもない話なんですよね。立教大学だって言ってたんでね、国民的スーパースター、元プロ野球選手、長嶋茂雄さんが立教出身ですよとかね、あと日本人が大体知ってるね、
中国出身の俳優といえばそのジャッキー・チェーンさんとかね、ユンピョーさんとかサモハン・キンポさんがいるなとか、そういう話で盛り上がってたんですよね。音楽も好きだって言ってたんでね。そしてふと思い出してね、中国出身のね、女性グループ12人いたんだけどね、日本で有名ですよ。そう言ったら、なんていうグループ名ですかって言うんで、私教えてあげたりね、して、最初から、正味20分ぐらい話していたんですかね。すると急にその方、そろそろよろしいですか？そう言って、話勝手に切って、帰っていっちゃったんですよね。ねえ、まだ話足りなかったんですけどね。ここまで話すとは思ってなかったんでしょうね。私に声をかけたのが運が悪かったっていうね、感じなんですけども。そして私一つ謝らなきゃいけないのがありましてですね、その方にその、中国の女性グループ、12人グループ、なんて名前ですかって聞かれてね、私ね、ほんとね、ずーっとこう呼んじゃってたんですよね。女子、12尺坊。後々分かったのは、それ、学坊だったんですよね。そうなんですよね。で、それで怒って帰っちゃったのかななんて思ったんですけどね、後で。そうでもなかったんですけどもね。ちょっと今度会ったら謝りたいと思うんですけどもね。そんなお話からスタートさせていただきましたけども、今回はそんな中国の女性の方に聞いたお話です。仮に、王さんといたしましょうかね。王さん、現在は都内に住んでるんですけどね、ご結婚されて。その前まで、地方都市に住んで、とあるビジネスホテルで働いていたそうなんですよ。そこのホテル、シーズンやね、なんかちょっとした近場でイベントなんかあると、混むらしいんですよ。それまでは閑古鳥らしいんですね。他のホテル、綺麗なホテルいっぱいあるんで、そっちに集中するんですけどね、そのイベントとかでね、取れなかったね、お客さんが流れて、その王さんが働くホテルに来るらしいんですけどね。最後の砦みたいな感じらしいんですけどね。で、ホテルっていうのは、4とか9とかいう数字を部屋番号に使わないところが多いらしいんですね。4は死をイメージしたり、9は苦しむとかね、そういうのを連想したりするんで、ほとんど使うケースがないらしいんですけど、その王さんがいたホテル、409号室っていうのがあったらしいんですよ。で、そこの409号室っていうのが、またまた最後の砦らしいんですよ。他のホテル取れなかったって言ってお客さんが流れてきますよね、そのホテル。それで、いっぱいになっても、その409号室は滅多に貸さなかったらしいんですよ。本当に困って泊まるところがない、お願いします、どんなところでもいいんですっていうようなね、雰囲気のお客様には貸していたらしいんですけどね。でも貸してね、泊まっていただくとクレームが多いっていうんですよ。部屋入った途端人の気配がするとかね、あとは寝ていたらそのカーテンのあたりから何か人影が見えたとかね、あとはその玄関の前の通路から女性のハイヒールの足音が聞こえるとかね、そういうクレームが多いらしいんですよね。そんなことありえないんですよ。なぜかっていうとね、そのハイヒールの音、それ床、深めのカーペットを敷いてるんで、絶対そんな音出ないらしいんですよね。しかしそういうクレームがあるらしいんですよ。で、ある日、王さん、4階の清掃していたそうなんです。そして、その409号室。大体いつも確認だけらしいんですけどね。あと軽くね、毎日掃除だけは簡単な感じでやってたらしいんですけどもね。掃除かけてると、そのベッドの下、コツンと奥の方で何か、その掃除機の先が当たったらしいんですね。あれ？この部屋っていうのは、確か先々週泊まったのが最後だよな。その次の日掃除して、あれ？そう思って掃除機止めて、ベッドをずらして、見てみたらその落ちてるもの、赤いハイヒールだったらしいんですよ。それも、合皮の、もう部分がちょっとひびが入っていたり、で、かかともほとんど擦り切れていて、金具が出ていたり、かなり古いらしいんですね。気持ち悪そう思って、ゴミ袋に捨てたらしいんですね。で、
ベッドを元の位置に戻して部屋を出ようかと思って玄関の方に行くと、玄関ストッパーをかけてるんで隙間10センチぐらい空いてるんですけど、その隙間にスッと何か人影が通ったような感じがしたらしいんですよね。え、この階私一人しかいないのにな、そう思ってその玄関の扉を開けて廊下見てみると、やはり誰もいないんですよね。気のせいか。そう思って帰ろうかなと思って部屋の方をもう一回向いてみると、一番奥にカーテンがあるらしいんですけどね、そのカーテンの下、足が二つ出てるらしいんですよ。固まっちゃったらしいですね。でよく見ると片方ハイヒール履いてるんですけど、片方履いてないらしいんですよ。一気にそういう経験したことないんで怖くなって思いっきり大声出して、外階段で1階まで飛ぶようにして行ったらしいんですよね。1階に到着して支配人にそのことを伝えたらしいんですよ。そうすると冷静な顔で、他言無用でお願いできるかい、そう言っていろいろ話をしてくれたらしいんですよね。支配人曰く、その王さんが見たという幽霊、おそらく俺の親父の愛人だった女の人じゃないかな、そういうらしいんですよね。その支配人、父親が以前はそのホテル経営していたらしいんですけどもね、その時かなり儲かっていたらしいんですよ。そして愛人ができて、その愛人をその409号室に住ませていたらしいんですよ。まあ観光地でその辺小さな町なんでね、噂も広がったらしいんですけどもね、一番かわいそうだったのはお母さんだったらしいんですね。そんな愛人をね、同じ建物の中に住まわすっていうね、そういう神経がわからないって言って結構ね、毎日泣き晴らしていたそうなんですけどもね。そしていずれ患ってしまってね、いろんな病気とかを、亡くなっちゃったらしいんですけどもね。そして父親は目覚めたらしいんですね、その辺で。しかし奥さんが亡くなったっていうことを聞いて、愛人は結婚して結婚してとしつこかったらしいんですね。その父親が事務所にいれば、その事務所をね、前を行ったり来たりわざとしたり、どっか行くたびに後ろをついて歩いたらしいですね。当時床がそのリノリウムだったんで、カツ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 音がまあうるさかったらしいですね。その愛人のハイヒールの音がね、悩まされちゃったそうなんですね。それでカーペットに変えたらしいんですね。そして父親は意を決して別れを告げたらしいんですね。告げられた愛人は腹いせに409号室で首をくくっちゃったらしいんですよね。その後父親も少しノイローゼになっちゃったらしいですね。そのハイヒールの音がその後も聞こえたりしてたらしいんですけどもね。そして支配に王さんに、もうこのホテル閉めようかなって思うんだよね、そう言ったらしいんですよね。やはり支配人にも何かしらあったんでしょうね。その親の因果がここに来るじゃないんですけどもね。その半年後には廃業をしてしまったらしいんですけどもね。今はそこ大手チェーンが改装して経営してるらしいんですけどもね。宿泊先などで怪奇現象がある場合、やはり探ると何かしらの出来事が昔あったんでしょうね。不思議な話ってあるもんですね。BB 五郎チャンネル、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして「いいね」よろしくお願いいたします。